あ、どうもデンです。今回はあの iPad mini が出たばっかりで、ご紹介できればと思うんですけど、商品紹介とかはあの他の方がいろいろ詳しく商品紹介してると思うので、自分の方は車の方でどれぐらい使えるのかちょっと簡単に紹介できればなと思って動画アップします。今オーキーっていうメーカーの、このマグネット式のスマホがこうすぐつけれるようにしているんですけど、中にマグネットのあのシール貼ったってこうすぐ吸着できるようになってます。で、同じようにこれも iPad、 今まだケース、 iPad が新しくてケース出てないので、ケース届くまで今ここに貼ってる形でやってるんですけど、こうやってすぐつけられて、音楽聞くときもこんな感じで、なんかテスラっぽいっていうか今っぽい感じで、ちょっとこの車ももう10年ぐらい古い車なので、10年落ちの古い車なので、ちょっとオーディオとかナビとか使いづらいので、こういう形でちょっと今運用してます。で、これだと音楽とかもすぐこうやって使いやすい感じなのと、あとは最近このマルチタスクができるようになったので、これで、Google マップ見ながら音楽を聴いたりとかって使えるので、結構使いやすい感じになると思います。で、今回ちょっとセルラーモデルがなかなか入荷しないみたいだったので、Wi-Fi モデルの方を買ったんですけど、こっちの方で、今 YouTube プレミアム会員の方になってるので、オフラインで、そのまま保存もできるんですけど、これは今テザリングで今 YouTube の映像流してるんですけど、こういう形で映像も結構見ながら車で移動できるのは結構いいなって思いました。なのでサイズ的にも iPad Pro も持ってるんですけど、ちょっと大きすぎて圧迫感がすごくて、この iPad mini のサイズ感がやはり手のひらサイズっていうのもあって結構使いやすくて便利で、今回のこのタイプの iPad mini が結構使ってて便利な感じになると思います。なのでご興味ある人はiPad 買ってみるといいと思います。で、あとはこの大きい、これAmazon でいくらだろう、1000円ぐらいで2個とかで買えるので、結構安いし、スマートフォンもすぐカーナビにしたりとかこっち向きにとかもできるのでいいと思います。いろんなメーカーさんの買ったんですけど、これが一番自分の中ではしっくりしたので、これ皆さんにおすすめできるいいものだと思います。はい、またなんかいいものあったら動画にアップしていきたいと思うので、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またアップします。Take you up in boom, 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 boom,